建て替えに向けた解体工事が進められている仙台市役所で、58年前の建設当時に埋められた提訴箱の開封セレモニーが行われました。いわば、市のタイムカプセルです。セレモニーでは、本庁舎の提訴塔が解体されることにあたり、正面玄関にある提訴と書かれた大理石の板を取り外しました。そして、 板の裏に収納されていた低訴箱が取り出され、郡売市長によって開封されました。低訴箱は、現在の本庁舎が建てられた58年前の1965年に、当時の島野武史市長によって埋められたものです。箱の中には、保存状態の良い当時の市議会議員の名簿や新聞、 庁舎を建設するにあたっての予算が書かれた書類など10点が収納されていました定座箱の中には当時の市政だよりも入っていました8月号ということで表紙には仙台七夕の絵が描かれています収納品は新庁舎のメモリアルコーナーで展示する予定ということですこの庁舎と同じように ずっとひっそりと仙台市の歩みを見守ってくれたものと思います改めてですね新庁舎これから建設するにあたってその思いをしっかりと受け止めてちゃんとやっていかなくちゃいけないなと。